ございます。ありがとうございます。サポーターの皆さんと神戸参加を歌ってこられたと思いますが、心境いかがですか？いや、もう本当最高です。みんなの力のおかげだと思ってます。はい。さあ、試合の方は6対1という結果でした。試合振り返っていかがですか？まあ、前半から自分たちの、サッカーっていうのが、まあ、攻守にできましたし、まあ、もっと点入ってもおかしくないなっていうシーンもありましたし、いや本当にみんなよくやってくれたと思います。今日のスタメンで言いますと、新戦力の広瀬選手、そして宮代選手のフィット感が素晴らしかったと思うんですが、その点いかがですか？まあ、毎試合素晴らしいと思いますので、みんなで競争していきたいなと思います。そして今日の試合で言いますと、菊池選手の、怪我をしてからの復帰戦、そして山内選手のプロデビュー戦と、まあ、収穫の多い試合でもあったと思いますが、いかがですか？そうですね、収穫も多いですし、まあ、リオも長い怪我から復帰で、まあ、どっかで使いたいなっていうのはあったんですけど、やっぱり彼のタフさっていうのは武器になるなって思いましたし、まあ、山内にしても、まあ、プロとしての一歩踏めたっていうのは良かったなと思います。まあ、それにしましても神戸の選手 のコンディションの良さが際立っていると思いますが、その点いかがですか？まあ、走らなきゃ使わないんで、はい、そこだけです。はい。もうみんな走らないと使わないということですね。まあ、ただ走ればいいってもんじゃないですけど、まあ、チーム戦術守りながら走ってくれればいいかなと思います。今日ちなみに戦術としても狙い通りいけましたか？はい、狙い通りいけました。さあ、もう次が楽しみで仕方ないんですけれども、次は中3日相手の試合となります。次に向けてお願いします。まあ、この3連戦しっかり、3勝できるように頑張ります。おめでとうございました。